大谷翔平と彼の愛犬デコピン、そして妻、マミコ夫人の存在は、単なるアスリートの生活の一部としてだけではなく彼のパフォーマンスや影響力にも多大な影響を与えています。本記事では、提供された資料をもとに、それらがどのようにつながり、ファンやメディア、さらにはビジネス的な側面からどのように大谷翔平をサポートしているか、さらなる角度から分析していきます。デコピンの登場とその意義。愛犬デコピンの存在は、大谷翔平のキャリアにおいて欠かせない存在となっています。エズラ・ワイズ氏が公開した動画では、デコピンの人懐っこさが強調され、ファンのみならずアメリカの声優もその可愛らしさに魅了されました。ワイズ氏が SNS に投稿した映像では、デコピンがカメラに興味を示し、近づいてきて鼻をクンクンする姿が映し出されています。このデコピンの人懐っこさと愛らしさは、大谷翔平のファン層の拡大にも貢献していることは明らかです。一方で、話しているのはマミコ夫人なのか、といった疑問もファンの間で広がりました。流暢な英語を話す女性の声が動画に含まれており、その声が大谷翔平の妻であるマミコ夫人ではないかと多くのファンが推測しています。大谷翔平のプライベートはこれまであまり公にされていませんが、こうした小さな瞬間がファンにとっては彼の生活の一端を垣間見る貴重な機会となっているのです。始球式でのデコピン効果。デコピンが特に注目を集めたのは、2024年8月28日のオリオールズ戦での始球式です。この時、デコピンはボールを口にくわえてマウンドから捕手役を務めた大谷翔平のもとに届けました。この愛らしい行動は大きな話題を呼び、その後わずか2日で、デコイーズファーストピッチ T シャツとしてグッズ化されました。このスピード感あふれる展開は、デコピンがいかに多くのファンに愛され、注目されているかを象徴しています。さらに、大谷翔平がこの始球式の後に本塁打を放ったことも注目すべき点です。元 MLB 選手の川崎宗則氏は、デコピンの存在が大谷翔平のパフォーマンスに良い影響を与えていると指摘し、デコピンが50から50、達成の鍵を握っているのではないかと語っています。デコピンの始球式後にホームランを打ったという事実は、デコピン効果としてファンの間でも話題となりました。このエピソードからも、大谷翔平がデコピンから精神的な支えを得ていることは明白です。デコピンとマミコ夫人の関わり、ファンの間で興味を引くもう一つのポイントは、デコピンを通じて垣間見えるマミコ夫人の存在です。エズラ・ワイズ氏の動画には、流暢な英語で会話する女性の声が含まれており、その声が大谷翔平の妻ではないかとの憶測が広がっています。大谷翔平のプライベートについては非常に限られた情報しか公開されておらず、このような瞬間がファンにとっては非常に貴重な情報源となります。マミコ夫人がどのようにして大谷翔平を支えているのか、そしてデコピンがどのようにして家族の一員としてその役割を果たしているのか、こうした側面を考えると、大谷翔平がただの優れたアスリートではなく、家族との強い絆を持つ人間であることが浮き彫りになります。デコピンとビジネス展開。デコピンの始球式後、グッズ展開のスピード感にも注目が集まりました。デコイーズファーストピッチ T シャツがわずか2日で販売開始され、その後、ドジャースのカラーであるドジャーブルーだけでなく、ホワイトやグレーのバリエーションも追加されました。このような迅速なマーケティング展開は、デコピンが単なる愛犬ではなく、大谷翔平ブランドの一部としても機能していることを示しています。ネット上でも、これは欲しい、条件反射でポチってしまった、といった反応が寄せられ、T シャツがファンに広く受け入れられていることがわかります。デコピンはファンにとって大谷翔平の象徴的存在となり、グッズの売り上げに大きく貢献しているのです。大谷翔平のスポンサー契約とデコピンの役割。大谷翔平はこれまで多くのスポンサー契約を結んできましたが、特に注目されたのが、米国のオーディオブランド、ビートバイドレートの新たな契約です。この契約は彼のビジネス的な影響力を示すものであり、ファンの間でも大きな話題となりました。この契約が発表された後、大谷翔平は SNS でビーツのイヤホンを装着した写真を投稿し、その瞬間がファンの間で大きな反響を呼びました。また、ファンの間では、デコピンとの共演も期待されています。
大谷翔平のアンバサダー契約が次々と発表される中、デコピンが彼のビジネス展開においても重要な役割を果たす可能性があると考えられているのです。デコピンの存在は、大谷翔平が単なるアスリートではなく、マーケティングや経済効果にも影響を与える象徴的なキャラクターであることを示しています。結論、大谷翔平のキャリアやプライベート、そしてビジネスにおいて、愛犬デコピンと妻、マミコ夫人の存在は非常に大きな影響を与えています。デコピンの可愛らしい姿やファンとの交流を通じて、大谷翔平の人間的な一面がより鮮明になり、その存在が大谷翔平自身のパフォーマンスやビジネスにも好影響を及ぼしていることがわかります。また、マミコ夫人との関係やデコピンを通じたファンとの絆も、今後さらに注目されることでしょう。大谷翔平は、ただのスポーツ選手ではなく、家族や愛犬と共に歩む一人の人間として、ファンに親しみやすい存在となっています。その多様な側面が今後も彼の活躍にどのように影響を与えていくのか、さらに注目されることでしょう。